クレーグ・ロバート・ニコルズは、オーストラリア・シュドニー出身のミュージシャン。ザ・バインズの、フロントマン兼ソングライター。ボーカル・ギター担当。バンドの中心人物であり、卓越した作詞、作曲センスの持ち主。だが一方では、暴力行為を働いたり、突然暴れ出すなど幾多のトラブルを引き起こしている。アスペルガー症候群の当事者。大好物はマクドナルド。 シドニーの郊外で生まれる。ビートルズを聴いたり絵を描いたりしながら幼年期を過ごす。元がレイジロッカーで、ソニーミュージックで会計士をしている父から、子供の頃にギターコードを教わり、アメリカンロックを愛するようになる。その後1年で高校を中退し、美術学校を6ヶ月で辞め、マクドナルドでアルバイトをしながら同僚である、パトリック・マシューズラとバンドを結成する。 バンド名をビートルズが訪れたインドの地名からリシュケシュとしていたが間違って記載されることが多かったためザ・バインズと変更する。バンド名の由来は父親が所属していたバンドザ・バインズの Y を I に変えたものである。2004年5月19日初の日本公演を行うがニコルズが暴言を並べ散々な結果に終わる。クレイグは2004年から ツアーの中止などが続き、暴力など気候が目立つようになっていた。2004年11月に、アスペルガー症候群を患っていることが判明。後にザ・バインズのドラマーのハーミッシュ・ロッサーが、この来日を、どん底だったのは日本へ行った時だろうな。関係者みんなにとってみじめなものだった。特に、日本人は、世界で、最も礼儀正しく親切で、熱狂的で、他のバンドは、 楽しい時間を過ごしてるってことを考えるとね、と語っている。ありがとうございます。